はい、それから3番の包丁今日使わせていただきましたが、あの鯛をおろすのに、スムーズに入りやすかったという印象がありますね。あの切れ味もいいと思うんですけど、先端の方が薄かったりするので、なんかこう骨に吸い付くような感じがあったので、非常に使いやすかったと思います。それからあの中骨を外すのも、きれいに骨の間にスムーズに入った印象がすごくありますので、非常に使いやすかったんだろうなと感じてます。無駄な力なくこう下ろせたような気がします。